どうもこんにちは。こんにちは。ななちゃんです。ななふしぎの吉田桃です。川上信です。よろしくお願いします。でね、はいはいはい。ご機嫌な感じでね、始まりましたけども。天気もいいしね。いいですよ。楽しみですね、今日はね、ほんとね。まがまがしくないですか？こんな晴天でまがまがしいなんてないでしょ、これは。だって隣見てみなさいよ。ゴンゲじゃないですか。まがまがしさ、事故物件のゴンゲじゃないですか。ね、ということで今日はそうなんですよ。ご無沙汰しております。あ、どうもご無沙汰しております。いや、以前ね、はいはい、このチャンネルにお越しいただいて、とんでもないお話を ね、いただきました。投下していただきまして、はい反響がすごかったんですが、すごかったですね。で、我々も、はい、この富澤梅尾さんの梅尾さん、はい、チャンネルの方にですね、お邪魔させていただいたりはい、はい、してたんですけども、はい、今回は、はい、初めての両チャンネルコラボレーション。いいですね。いいんですか。いいですね。また何か、すごい事件が、そうなんです。明るみに出るんではないかと。ね、場所と時間だけね、指定されてね、はい、ここに来いよと。来てみたもののですね、快晴でいい感じはしてたんですけれども。ですけどね。どういう場所なのかっていうのが、ね、分からないんでね。はい、簡単に言うと、うん、まあ、孤独死された、世間的には事故物件と言われている。世間的にはですよ。国土交通省が認定したものではもう事故物件ではありません。国からは違うよ。もう違う。もう新しいガイドラインが出たので。でも前の言い方で言うと、まあ以前は、うん、その当時は、うん、まあ事故物件。旧姓でね。事故物件。結婚して旧姓はね、そうです。事故物件なんです、ね。もう新しく嫁いだ先は事故物件。いや事故物件ですよ。でそのまあ一応ね、これ見取り図というか、はい、間取りが出てますけど、はい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 、ここにまあ印入れときました。一応分かりやすい。宝の在りかみたいに。ここを掘れみたいな感じになってますけど。ここ一応ね、重点的に探っていただきたいなと。これここで我々話してるところ入れないですもんね。はい、一応東西南北でこっちは北ですから。いや、この状況だと僕ら内見来たみたいになってますよ、ね。ここ住めるかなじゃないですよ、ここは。おそらくこっち側向いて寝てたんでしょうね。北枕ですからね。北枕でね。はい、ではですね、はい、これから我々中に突入するんですけども、はい、今回コラボレーションということなので、はい、コラボなので、はい、その中の模様は、宇野さんのチャンネルで、エンジョイ不動産 Z の方 で、はい、の方で、はい、ご覧いただけるということで、ありがとうございます。気合い入れて行きましょうか。しはい、じゃあ行ってきます。行きます。よろしくお願いします。七不思議です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。七不思議のどちらですか。はい、吉田モーモーです。モーモーさん、わかりやすいですね。猫、保護猫です。保護猫。虚勢済みです。虚勢済み。よろしくお願いします。はい、大上信です。ありがとうございます。私はこちらの方でモニタリングしますけれども。これ。やばもう早速ギャーギャー言うとります。やばいやばいこれ。うわこれ。え？どこ？え？いやもうどっかしら。これ入り口なのこれ。あーすごいねこれ。これはやばい。はい。あ素晴らしい。あね特別なあの入り口用意してきましたんで。あ入った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 よ。うちの間から入った。どうなの？あ基本96年のカレンダーですね。で96年時が止まってるみたいなことだ。いやこれこの先きついなこれ。電話もある。電話もあるね。電話がありますか。いわゆる昔の押しなんていうのかな。プッシュ本式の懐かしい電話がありますね。だいぶうわ。どうした？もう行けない。行けない。電話これ緑電話。なんだこれ。あ手紙がある。公衆電話？普通のピンク電話に緑のカバーをつけてる。手紙。あこれもろ出ちゃってんな。なんですかこれ。ちょっと金目のものを見つけたんでしょうか。お、あお元気ですか。毎日暑い日々が続いております。お手紙です。もう夏のようですね。まあ冬ね、ちょっと逆光冬ですけど今ね、季節の移り変わり体調も崩れやすいので大切にしてください、うん、ご印鑑はもうお使いですか。これはモーモーさんですね。ではまたお伺いいたしますということで、うん、おはがき、青木さんあしっかり届いてますよ。お手紙ですね。もう台所の、はい、奥は、うん、もうゴミが山積みですごい。これぜひ見てほしい。この冷蔵庫、電子レンジ、その奥がですね。電子レンジ古いですね。あれ何があるとこなんだろう、もともと。かき氷の機械です。お風呂？あ、違うか。かき氷マシンって意外とお金になるんですよ。いや、ここがあるから。はい。あー。古いやつ。
して売れます。洗濯機とかがあったであろうところなのかな。特殊な作りですよね。そうですよね。でここがキッチン。ここに流しがあって。はいはいはい。え？古いやつ。タンス。本当は一番見えない。どこですか？ここだ。うわあ！どうした？削っていける。ここやばい。え？お、お、やばい。ズボって。もう地層というか。マジで？ゴミが層になって。これちょっと危ない。モモさんと、あーやばいね、ここ入れ替わって、足が抜けない状況。ちょっとこのね、足が抜けない。食器棚と言いますか。はいはいはい、いろいろあるんで、うん、ちょっと見ていきましょう。キッチンから隣のお部屋に行くところですね。ちょっと待ってください。はい、このね、うん、こういうカンカンの中に、はい、何かあるか。ありそう。カンカン、いろいろありそうなんで、目をつけるところがいいですね。カード類とかね、切手系はマッチ。なんかね、スナックとかでもらってきたような、おー、マッチ、マッチのコレクション。多分マッチ箱集めてたんじゃないかな。これは多分そういう趣味の人いらっしゃいますからね。これって価値ないの？お料理屋のマッチですね。マッチ箱はどうなんだろう。マッチを聞いたことないけど、マッチ箱を缶の箱に。まあ珍しいものであることには変わりない。これはどうなんでしょう。でも好きな人は好きかもしれないですね。カンカン行ってみましょうか。あられマッチ、花札チックな、めっちゃくちゃマッチ持ってるね。これマッチですね。おしゃれですよ。花札の花札おしゃれだね。花札マッチ。これは3種類。あ、結構面白いですね。これはなんか、お、怖いな。横の引き出しは、せーの、あ、硬い。こっち開かないな。靴下とかゴールでしょうか。めっちゃ硬い。パッチ類。あ、これ大体上の詰まってる。そういったね、下着とかね、物入れますか。これはもう下着、靴下。うん、靴下だね。ですね。うわ、ひんやりする。なんだろう。ひんやりする靴下。シーブリーズかな。いやいやいや、下着類だな。諦めました。ってなると奥でしょう。奥か。うわ。トイレもないでしょうね。見てください、トイレ。ちなみにここはトイレ、浄化槽なんですよ。はい。いや、この辺一体もう下水来てるんですけど、このお宅は浄化槽という。コメントがむずい。コメントむず。ちょっと俺にコメントマスターの僕に任せて。トイレ、トイレで陶器を置いて、ちょっとコメントむず。無視しましょう。無視しましょう。ちょっとやられてきてる。天丼、業界の約束だから。徐々に、ね、うわー、おっと、うわーと一声。来た来た来た。こっちですよね。これがメインの部屋ですよ。宝の山。宝の山でもあるし、うわ、俺ここ入りたくないな。おっと、入れないのか。あ、なくなっていた場所。うわー、こう、うわー。踏んでるよ俺。そこですよ。お仏壇が、お仏壇があるんですけど、その裏にもお仏壇がある。おお、バッグ。タンスが朽ちてる。おお。なんじゃこれ。